母から大輔への手紙。昭和55年8月7日、上田家の長男として誕生し、嬉しかった。生まれた時から遊びがひどく、病院内部に毎日でした。つまり、ね、翌年にすぐ次男、俊介が誕生し、まだまだ甘えたいのに甘えることもできず、かわいそうにと何度も思ったことは分かりません。それでもお兄ちゃんとして弟の面倒をよく見てくれましたね。ありがとう。大きくなるにつれて家族でよく旅行に出かけてましたね。中でも日高カラオケのことが今でも一番印象に残っています。大輔はいつもポケットの中に飴を忍ばせ、いつも口の中に入れてましたね。だから今でもミルキーが大好きなんですよね。明治村では SL の機関車に乗り、家族みんなで撮った写真が今でも鮮明に残っています。小学生の頃は谷ヶ谷子ども会の役人に家族みんなで参加し、ピッチャーで中軸バッター嬉しくて、毎週日曜日へ返上し、行楽弁当を持参、楽しい食事を過ごしましたね。時には試合の途中で突然コントロールが乱れ、フォアボールの連続、パイも取りピッチャーマウンドに駆け寄ると、お腹が空いてるんだ、もうふらふらと言われ、ベンチに戻し、おにぎりを食べて再度マウンドに戻り、試合を続行し、勝利をものにしたよね。中学高校からだんだん親離れしになったようです。それでも友達とのいろいろな思い出を大切なりに、大輔なりに見つけたようでした。親としては寂しかったです。今思えばもう少しコミュニケーションを取って親子の絆を深めればよかったとつくづく思います。これからの人生は山あり谷あり、いくつかの試練が待ち受けていると思いますが、あやちゃんと一緒に乗り越え、明るい家庭を築いていってくださいね。お願いします。
水槽から落ちて腕を骨折したり、バイクで転倒して怪我をしたり、でも、また満足にこうして今日の日を迎えることができて、本当に良かったです。そういえば、右腕を骨折したときは、左手で当たり前のように字を書き、絵を描いて、不自由なくこなしていたときは、おばあちゃんから私へ、そしてあやこへと移転した左手が役立ちましたね。中学生のときは、開けても遅れても、バレーボール付けの毎日で、皮膚の弱いあなたの指が、いつもボロボロだったのを思い出します。そして、子供の頃から、幼稚園の先生になりたいと言っていたあなたが、その夢を実現して、保育士となり、仕事に一生懸命に取り組んでいるのを見て、私はいつも誇らしく思っています。これだけの人になったあなたですが、親には変わりありませんので、これからもよろしくお願いしますね。そして、どうぞ二人で仲良く力を合わせて、居心地のいい温かな家庭を作ってください。今日は本当におめでとう。幸せにね。はよい。本当にありがとうございました。